つのやつはなくなる。何を言いましても、いずれなくなる。お、ちょう。ゆうだきょう。ちょう。ゆうだきょう。第2弾、ドッキリ、行くか。マジで奈良岡翔さん、よし、はい、奈良岡翔さん、よし、はい、いや、これ、えぐくない？えぐいでしょ。今日、打ち合わせでしょ。打ち合わせでしょ。打ち合わせ、うん、もうそんな急にいいっすか、翔さん。全然いいっすけど、ドッキリになるんすか。めちゃめちゃなるでしょ。なるでしょ。奈良岡翔さんって言ったら誰もが知ってますよ。知ってるよ。今まででこう、やったチームで印象に残ってるチームはどこ？まあ、新潟もそうだけど、まあ、もちろん最初のジュビロ長くいたから背番号10でしたね。10番はつけでした。ジュビロだよ。あのね、中学の時かな、翔さん覚えてないけど、一回対戦したんだけどめちゃくちゃうまかった。イオス行って、その後東高ですね。藤原東、はい、自分で言うのもなんだけど、イオスの時に入ってましたね。そう、アンダー15日本代表入ってから、はい、ずっと全部の年代の代表入ってて、はい、超エリートで、エリートで、超エリート超エリート、もう本当挫折なしのプロにいて、プロ難しかったけどね、やっぱね、プロは大変だったけど、その若い頃知ってる人は今でもやっぱ知ってるよね。そうですね。その時結構メディアにも出させてもらって、うん、今の子供たち知らないけどね。今もでもサッカー教えて、フー君もね、ブランドも立ち上げてやってるから楽しみだと思います。いいんですかって話が逸れちゃったんですけど、ドッキリ、うん、マジですか。全然いいですよ、やりましょう。だ、どういう風にやるかだよね。なんかないかな。あ、自分の車をケットラで来てもらって、なんか4、3来たみたいな感じになってるけど、降りてきたら、え、ちょっと違うけど誰？え、エイコ怒んねえか？全然おかしいよ、おかしい、たまには。じゃあ撮影してるところに車でバーって寄せてきて、山本さんだと思わせて俺が降りてきてびっくりするみたいな。そうです、そうです、そうです。なるほどね。じゃあケットラで運転できますか？いつも車の運転マニュアルですよ。マニュアル？マニュアル？まあ免許持ってるんでね。持ってはいるけど、18の時に取ってるから20年間乗ってないけどね、マニュアルは。やっぱさ、プロサッカー選手がね、運転できないとちょっと恥ずかしいんでしょ。まあね、あのクラッチとかやっぱ足技だし。そう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 。クラッチとかやっぱ足技だし。そう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 。まあできるでしょうね。うん。いいっすか。やりましょう。うん、じゃあちょっと車内にもカメラつけてくるか。あ、そうだ、そう、つけてこない、つけて、翔さんがどれだけ運転できるか。そこも撮るの？そこも撮らしてもらう。運転するところ。そこも撮らしてもらう。やべー。頑張ろう。いない、いないじゃん。A 君ち来た、翔さん頑張ってもらっていいですか。行きますか。行きますか。ケットラ、ケットラの方バレないようにしなきゃ。一番緊張するかも。ちょっと試合より緊張する。あれ？頑張ってください。そう、あれ、かっこいいですよ。すっごいね。マニュアルだもんな。あの自販機の前まで。あ、そこね。お願いします。あ、そこね。頑張ります。頑張ります。え？どうやってエンジンつけんだよ。やばいっすね、マジで。見ました見ました、見ました。おぉ、ミラー、OK、サイド OK。 なんてやろ。うわ、めちゃめちゃ前にコーンあるじゃん、怖い。うわ、めちゃめちゃ前にコーンあるじゃん、怖い。なに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 、変な音する。 OK。 おぉ、おぉ、変数やん。わからない、わからない。え、これだ、だ、これ忘れ物じゃないですか。あれの、あ、本崎地の。え、宮本さんってもういるんですか。携帯今います。宮本さんのやつ、もう一回、エンジン、エンジン、よし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 、オッケー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 、やばい。おお、いいね。めっちゃゆっくりやん。アクセル踏めねえ、怖くて。宮本さんのじゃなくて、画面ちょっとひび入ってるんで、結構乱暴な扱いしてる可能性は。マジでこれ誰の？結構乱暴な扱いしてる可能性は。マジでこれ誰の？ふっふっ、かたたたた、いいね、いいね。よし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 、あれね、あれ、よし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 、オッケー。俺の予想ね、携帯変えたばっかりの時に、今までホームボタンだったじゃないですか。はい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 。ああ、これ4000、え、あれ、誰だろう。
こっちゃん山本さん来た。山本さんいる。あ、山本さん今来たのか。セレブレキミッション一つ成功。隠れていこう。あ、だから山本さんあれじゃん、一回来て、もしかしたら一回帰ったの。ショートは取りたいな。あ、でも結構14万。え？なんか114って言ったらないやん。あれ、4寸いるぞ。山本さん、この携帯ってこれ誰のっすか？あ、それ俺の、あ、多分古いやつです。あ、ないですか？そうですね、結構乱暴に扱いましたね。あ、これ。あ、すいません、さっき俺、古いやつ。え、ちょっと裏見してもらっていいですか？なんすか？え、これ、ニューアンドエスです。ニューアンドエス。好きなんですよ。あ、確かに先輩、好きなやつじゃん。おしゃれなの。わかんねえ。メミちゃん。もうすぐす。あ、なんか。メミちゃん。もうすぐす。あ、なんか。よし。じゃあ。あれだけ。じゃあ、ちょっと見ます。どっちですか。あ、すみません。今日ちょっと練習したいなと思って。今日ちょっと練習したいなと思って。なるほどと申します。え、どういうことですか。なるほどと申します。え、どういうことですか。よろしくお願いします。え、ちょっと、あ、なんかお久しぶりですよね。そうでしたっけ。点を決められまして、あの、確かリベンジャーズ、はい、試合で。お久しぶりです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。僕らリベンジャーズ対談してからちょっと再開するの変な感じではあるんですけど。え、ちょっと待って、頼んだ。いや、知ら。え、だって、なんでこんな当たりがないかのように。やってんな、これ。やってんな。すいません、ドッキリっす。え、マジっすか。ミッションドッキリ、さっき聞きましたよね。いや、もう打ち合わせしてて、前回大使と同じようなあのケットラ乗ってたのも。え、実は。え、山本さんじゃないですか。山本さんどこにいました。ここにいました。え、だけどあれ山本さんのやつですよ。ちなみにその携帯ってなんかこれです。これ忘れてた。これまたさ、プロにボコボコにされるっていう。え、これ今撮ってるっすか。学習でします。滝村も慣れすぎてさ、カメラわかんなくなってきて。え、結構撮影とか出てもらってるんですか。今日 OK です。今日 OK なんですか。普段は仕事としてやってるんですけど。はいはい、今日はもう OK です。マジっすか。でも結構あれですね、携帯も結構貴重面に使われてるんです。なんか乱暴に使われてる。どうせ準備。え、どうせあれですもんね、いろいろカメラのデータあるってことですよね。あります。ちょっと後で素材データもらって。で、どういう感じですか。今日もともとリュウタが打ち合わせが、実はちょっと裏でドッキリしたいんですけどって言って OK してくれて。そんなのやったことないからめちゃめちゃドキドキしちゃう。いや、ただ結局さっきピー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 って一人笑ってました。ね、変な音する。そしたらまさかの試合でご一緒してるっていう。そうそう。で、あの、僕、あの、鳴岡さんにやっぱあのジュビロでやったじゃないですか。やっぱ静岡県民としてやっぱ挨拶行こうかなっていうのをしたんですよ、そのリベンジャーの時に。そしたら樹海が対戦相手にお前そんなことするなよって言ってきて。対戦相手に甘くしてさ、楽にプレーさせてもらおうなんて。緊張すんなよ。いや、そうっすよね。いや、僕もやっぱ挨拶したかったんですけど、止められました。マジ俺今初耳だよ。え、だってもうスパイクも入っとるで。やる気満々です。めっちゃめちゃくちゃやる気ないよ。まだサンダル、まだサンダル。どうもえです。次回です。りゅうちゃんです。みーちゃんです。しょうちゃんです。大丈夫でしたか。しょうちゃんです。早速馴染んでる感じないか。 AJ ガイルと長岡翔さんとサッカー対決よ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。マジでちょっとびっくりしてるんですけど、急遽企画考えさせていただいたんですけど、最初に長岡さんってなんかすごい失礼な質問かもしれないですけど、今って何されてるんですか。そうですね、分かんないですよね、引退したら。普段はスクールの指導して、平日とか指導してて、はい、であとは土日とかにイベントに呼んでもらったりとか、はい、基本的にサッカーには関わってやってはいるんですけど、それとは別に自身のアパレルブランドをプロデュースしてて、はい、っていう形ですかね。白いエイク。
いね、いい欲しい。あ、白番かな、この白のやつ。いや、これじゃなかった。あれ、これじゃない、それじゃない、ここに入ってるやつ。あ、え、あれってあるんですか。もうないんすよね。なぜかっていうと、数ヶ月前に倉庫が火事になって全部作った商品、ちょうど1年ぐらいいろいろ作ってきたんだけど燃えてしまって。なるほどさん結構笑ってますけど、結構笑えない話、笑えないですよね実際は笑えない話なんだけど、ね、そこはもうしょうがないねっていう形で、また新たに数ヶ月ちょっと休みがあって、はい、新しいのをパンで作ってて、はい、今再開したっていう段階です。新しいのが在庫もある感じなんですか。一応あります、あるやつはあります。まあなんか、ああそうだ、買ってくれる、ありがとうございますありがとうございます、買ってくれる。それで買うんだけどさ買う、怖いな、買うよ、はいはい、今回買ったらくれたりしませんもらえるもんはさもらってきてえじゃん。そしたらマジで着るんで、はいはいはい、いいでしょう。じゃあ、え、マジですか。買ったらですよ、はい、買ったらプレゼントってことでいいですか。え、これ買ったらなのに企画を決めるのはどっちや。こちらですよ勝てる、うん、企画を考えさせてもらいます。で、ほうかまさんちょっと、で、ほうかまさんちょっと説明してもらっていいですか嘘でしょ、怖っレベル説明の放火魔こと私樹海からちょっと説明させていただければと思うんですけど、今回一応3本ちょっと対決を考えてきまして、1つ目が、まあ、フリーキック対決です。はいはいはい。なのかさんには4本フリーキック蹴っていただいて、その決めた数で僕ら戦っていただくんですけども、僕らの方は1人1球ずつフリーキック蹴らしてもらいまして、うん、その合計のゴール数で奈良岡さんと競わせてもらうという形で戦わせていただきたいと。じゃあ1対4っていう形なんだ。1対4っていう感じですね。なるほどなるほど。チームなんかここはもうチームですドアウェイじゃないですかホーム、一応静岡出身なんで、一応藤枝なんでガチのホーム、ガチのホームのはずだったんですけどまあ多分企画を考える段階で服のことまで頭がいっちゃってて、ちょっと有利に設定してたんですけど欲しすぎてで、そのフリーキック対決と同じような形で続いて2種目目イングランド式シュート対決を田中さんには4本で、僕らはまあ、1本ずつちょっとやらしてもらってまた合計のまた合計の次は誰ですか俺もその車の車検でびっくりしたわ。よかった、次来んのかと思った。また、まあ、2種目目はそのイングランド式シュート対決で、最後の対決がドリブル1対1対決と。ここに関してはちょっと申し訳ないんですけど、全部守備をなんですよ、してもらう形になっちゃうんですよ。1対4でやってもらう関係で、ホームでやらさせてもらうんで。すごいルールだねどんだけ欲しいのいいでしょう、やりましょう。 ありがとうございますありがとうございます。それで負けたらことだよな。俺らやるわけじゃなくて、やっぱ先ブラもいるから服のためにそんな感じで、はい、そうですね、3本対決やっていきたいと思います。チャレンジスタート。なるほど、1対1は俺守備だけやればいいんですね。いや、攻撃も攻撃やるか。攻撃も4本やってもらって、守備も4本やってもらって。きつじゃんいいですか、はい、視野が狭いって。あ、そうなんですよ。なんか実は後ろさっき行った時なんかこうやってて、そう、なんか鳴岡さんがこう歩いた時に後ろでなんか決め顔があるんですよ。お願いします。行かせていただきます見えない見えない見えない。これを後ろでやったんですけど全く見てくれなくて。俺の後ろでこうやって、はい、あ、全然見てないムカつくなんかでもプレスキック蹴ってましたよね。最初蹴ってたけど下手すぎて途中で却下されて先攻後攻だけちょっとじゃんけん、最初はグーじゃんけん、ほい、はい、こうでしょ、はい、こうでしょ。これどうします。先攻後攻、先攻後攻です。全てプレッシャーかけてる。あー、なるほど。先行で行かせてもらいます。俺から俺からいや、まあ、プレッシャーかけたいんで。プレッシャーかけたいんで俺が出てもよかったんですけど、プレッシャーかかんない可能性があって。やる、任せて任せてください。本当にその任せてくださいが一番信用ないんだよ寒そうだな、首元もあ、じゃあ俺が止めればいい。はい、で、僕ら壁入るんで。オッケー、真剣な状況。翔さん、僕は何も考えない。基準にくっついて、基準に。1球目、okay. 行かせていただきます。1球目、okay. 行かせていただきます。行きます。おーい、普段フリーキック蹴るときってどっち側に蹴ること多かったんですか。
力でこれ言わなきゃいけない。ギュッとなんないでちょっと範囲を広げて、早くしてもらっていいですか。逆にギュッとなんないでちょっと範囲を早くしてもらっていいですか。OK いいですか。はい。食べ越えないとダメだな。これ先やっていいっすかも。いいです。 OK、ジュガ君、一歩、一歩右行って、もうちょっと開けちゃっていい、一人分開けていい。 OK。 うおぉ、いやー逆来られてた、危ねー。うおぉ、あー逆来られてた、危ねー。食べ越えてなー。もちろんこっちやね。どうしようかな、絶対。今なんか下打ちしやがった。ワーク入んねえと面白くないな。ガチで行かないと。ガチで行かないとダメだ。近づいたんじゃない。そこで OK。 マウス。TFB だぞ。あれ一式でもいいな。やばい、よっしゃ。今のはダメよ。今のは顔面で行くべきだ。よし。正直味方なんだけど怖いです。これ入れられたら俺負けだよね。あ、でもまだ。あ、トータルか。トータルだ。トータルだ。いやもう弾丸じゃないよ。立ち方が。いやー。いやー。ああ、そうだ。これを入れればイーブンってことですよね。はいはい。いやーいやー、うん、あーあーマジか。おっきいなー。危ねー。危ねー。よしよしよし。2種目目、イングランドシュート対決いきましょう。次があのイングランドシュートなんですけど、右2本、左2本球が出るんで、トラップしてもらって、2タッチ目でシュート。でお願いします。このラインを越えてシュートは禁止です。あー頼むよ。オーケー。ちょっと甘めとかでもいいっす。それダメだからね、それ。無料来てる。すみません。お願いします。よーしゃー。よーしゃー。わー。スーパー GTMB 結構遠いっすよ。結構遠いよ。やばい、俺らコンディション良すぎる。なんかナイスオーケー。やばい、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 やいけいいよ。あー、ただ弱いか。コースはありねー。いいコントロールじゃない。こっちから2本。オッケー。うわー。あー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 コントロール、俺結構コントロールは自信あんだけどな。もう一本だけは本当もらえない。これ最後きつい。あ、うまい。いやー、あー、これは無理だ。いやー、これは無理だ。今何か。今1だよ、俺が。俺が3? 3、3、3、3、3。今の痛いな、今のでちょっと稼ぎたかったな。
ショックだ。コントロールがショック。シュートは確かにもう筋力もないし打ってないのは分かるけど、コントロールはちょっとな。これもしかしたらスクール生が見たら奈良岡コーチ全然下手だってなるな。次ってドリブル、ドリブルとかってちなみにスクールとかでやってるんですか？いや 俺自身がドリブル苦手だから、まあ、一応やるようにはやるけど、はい、ドリブルは正直自信はない。でもあの僕らはもうドリブルに関してはもうサキシブラザーズここにもかけてるんで。じゃあ本当にね、俺らの仕事ってもうないよね。でいかにサキシブラザーズに気持ちよくドリブルしてもらうかってことだけ。そう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 。やっぱスタミナをそう削る。そこだよね。そう。やっぱ攻撃も時間をかけて攻撃する。臭ねえな。逃げながら。ボールを。臭ねえよ。すいません、あのマジで欲しいです。こっちサイドが先に4回攻撃します。4回連続で守備してもらって、でその後逆。先手はまず俺から。はい。で今って静岡在住ではないんですか？僕今神奈川在住です。来ていただいたってことですよ。今日も6時に起きて。ワールドカップを見てからってことですよね。そう、ワールドカップ見て、その後興奮して寝てなくて、3時間半ぐらいかな、睡眠は。どんぐらい寝ました？ここは行ってるかもしれない。じゃあここの幅だったら外行かなければって感じで。よし行こう。どんぐらいの強度で来るかよ。スタミナを温存してくるか一気に詰めてくるかによって俺もプランを変えていかないと。いや、え、プランあるんですか？うん、やっぱり何パターンか可変システムとかっていうのを導入していかないと最近は勝てなくなってきてるわけよ。口だけはね。あの口だけは本当走るんで。守備時は4バックで、その攻撃時は3バックにするみたいな。本当止まんねえなお前。行かせていただきます。え、結構強めに来たぞ。強度的には体強いぞ。危ない、全然体力考えなかったっ。ただこっからが本番よ。いややりづらいな、なんか今の見たら。いきます。はい。そう、幅が狭いんだよね。いやー、抜けないか。うわー、そうそう、ちょっと今きつかったぞ。この後攻撃もあるからな。よろしく頼みます。よし。いやー、やっぱうめえわ。止めたよ。止めちゃダメじゃんね。ないよ、ダメだよ。顔すごいよ、入ってる。いや、もう入ってません。濃いよみたいな。いや、あの守備はちょっとあの守備の仕方はファンダイクなんですよ。コーラでいこう、コーラ。顔見るな、顔見るな。オッケー。マジか。やばい。マジか。やばい。やばい。とりあえず行って。行きます。頼むぜ。おお。やばい。ちょっと。うまい。1対1。うまい。同点でしょ今。絶対いけると思ったんだけど。やばい、同点だ。いきます。頼む。やばい。やばい。いけるぞ、なるほか。1対1、すごい。これ多分ドリブルスクール開校するぞ。オッケー。シュート対決終わった後で俺ら多分余裕かもしれない。なんか今日調子いいんだよねってめっちゃ言ってた。こんなもんす僕ら。ということで勝利、鳴岡翔さんです。よかった。
ました。GTFB なんですけど、はい、ホームページとかさっきあるって言ったんで、はいはいはい、一応貼らせてもらうので、ぜひ皆さん気になった方、今は、まあ、樹海さんがなんかいろいろやらかしたらしくて、今、これから作って、また、そうですね、もう現在でもうある程度のものは作って、今、売り出してて、はい、これからまた新しいのがどん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 増えていくって形になります。チェックしてください。僕らもう負けたんで、もう宣伝させてください。またお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。AJ ユナイテッドのメンバーシップ、AJファミリーができました。今すぐこちらの概要欄から登録お願いします。登録メンバー限定で普通では公開できないようなあんな動画よ。そもそもさあ、やっぱさ、やっちゃわなきゃなんねえわけ。こんな動画、はい、久しぶり。カガミンでーす。パーシーチャンネルです。限定生放送、生放送のアーカイブが見れるのはメンバーのみ。俺らに煽れる絵文字もあるから使ってみてね。今すぐ概要欄をチェック。